やめろ、俺は本当に占い師なんだよ。あいつが人狼だ、頼む、やめてくれ。うわどうも、プテラ高橋です。プテラ式マイクラ人狼パート3やっていきます。結構ね、いい感じに準備ができてきているので、早速お城、お城じゃない、屋敷の方をね、披露していきたいと思います。いきます、3、2、1、ドン。おー、着実にできていますね。これが今作ってもらってる人狼屋敷です。なんか時計みたいなのがあって、とんがってるあの屋根みたいなのがありますで、今ちょっとあのもうお手伝いしてくれてる方があの建設中なんですけど、早速ね、玄関の方から、玄関もちょっとなんかパワーアップしてますね。入っていきましょう。屋敷を歩いていきます。そうすると、いつもの広場が広がってるんですけど、今回はね、前回ちょっとあのコメントで円卓にした方がより話せるんじゃないかっていうやつをいただいたので、部屋の机が円卓になっています。丸く囲んでみんなで話せるようになっております。で、あと上ですね、上はこういう風になんか一個一個電気がつくようになりました。電気ちょっと明るくなったかな。はい、で、あと一つずつの部屋見ていきます。部屋がね、ちょっとおしゃれになりました。なんかサボテンが横って出てて、なんか本棚が追加されました。これがあればね、本好きのフェイ君も嬉しい限りなはずはい、そんな感じ。あ、壊しちゃった。まあ、いっか。で、あと見せたいのがね、これね、みんな大好き、お風呂が追加されてます。お風呂ね、すごい暑い。下がね、もう直火になってるので、まあ暑いですね。お風呂の温度は100度近くといったところでしょうか。まあでも、人狼ジャッジメントのキャラたちはみんなの屈強なんでね、まあここで汗を流していただいて、リラックスしていただければね、いいかなっていうふうに思います。で、続いて、こちら。建設の方たちですね。建設を手伝ってくれてる方たちの名前。そして、サバ主。僕の名前があります。僕はね、まだデフォルトのキャラなんですよ。ほら、これ。スキンを早く買いたいものです。買いたいっていうか、作ったりね、したい。で、次こっち。処刑室っていうのがありますね。処刑室。早速処刑室行ってみましょう。ちょっと怖い。この空間の下に処刑室があります。このレッドストーンの粉みたいなの、なんでしょうか。血を表しているのでしょうかね。血。怖い怖い。あ、下に向かうにつれてどんどん血が、釣られてる。ここにも血がついてますね。お前は、どうしたお前、体がないぞ。なんてこった。恐ろしい部屋に来てしまいましたが、はい、ここの部屋の仕組みをね、説明しましょう。これね、押すとここ、あそこ開くんですよ。で、ちょっと試しに、ここに処刑、これ処刑される人ですよ。処刑される人、一人ずつあの弓で撃つって言ったんですけど、こっちの方がちょっとかっこよくて面白いかなと思ったんで、これにしましょうか。ちょっと。じゃあ、スイッチを。お願いします。うわあああというね、あの非常に恐ろしい処刑システムになっております。で、ここは待機室のようです。待機室、配役のついての説明をします。なんかここが待機室で、こういうなんか、あ、ワープしました。で、
あなたは人狼ですと表示されています。今表示されたの見ましたか皆さん。なんか人狼の人は人狼ですと表示されて、あの役職がそれぞれね、あのタイトルなんかこの中心の部分にバーンって表示されるようになっています。で、さらにですね、この周りの山をね、ちょっとあの綺麗な山になってるじゃないですか。これこの山をまず作ってくれたんですね。これはもう本当に非常に何時間も何時間もかけて、建築勢の方がね、作ってくれたんですよ。山がね。あそこにほら、土って書いてあるでしょ。これ、土木の土なんですけど、こういう風に綺麗な山になっている。これがね、本当に大変だったらしいです。なのでね、まあ、精一杯感謝したいと思います。精一杯感謝するしかない。じゃあ、こんな感じでね、これからも、進めていきたいと思いますので、皆さんお願いします。以上ですかね。以上でプテラ式マイクラ人狼準備編パート3を、終わりたいと思います。じゃあそんなところでまたパート4でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあまたね。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネルの登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。